アメリカメジャーリーグ、エンゼルスの大谷翔平選手は、本拠地で行われたアスレチックス戦に、1番 DH として先発出場しました。その第1打席で、6試合ぶりとなるセンターオーバーのホームランを打ち、日米通算150号を見事に達成。第5打席でも内野安打を打つなど、今シーズン13度目となる1試合2安打以上をマークしました。試合の方もエンゼルスが4対1で勝利して2連勝とし、貯金も9となりました。そんな大谷選手の打撃でとんでもないことが起こったのです。それはこの日の大谷選手の第3打席でのことでした。4回2アウトランナーなしの場面で回ってきた第3打席、カウント1-2からの5球目、相手のアービー投手が投げた内角低めのチェンジアップを大谷選手が強打しました。大谷選手が打った打球はファーストへの痛烈なライナーとなり、これを相手のファーストがキャッチしたのですが、あまりの打球の勢いにそのファーストが吹っ飛んでしまったのです。相手のファーストの選手に怪我はありませんでしたが、大谷選手のとんでもない打撃を垣間見えたシーンとなりました。最近は三振をすることが多くなってきていて、打撃が再び不調になっているのではないかと言われていた大谷選手でしたが、この日は1打席目で飛距離443フィート、約135メートルという今シーズン最長の飛距離のホームランを打ち、その後の第2第3打席でもアウトにはなってしまいましたが、素晴らしいライナー性の当たりを打っていて、打撃の調子が順調に上向いていることを強く印象をつけてくれました。大谷選手は2試合連続で2本以上のヒットをマーク。この試合も5打数2安打1打点という好成績で、エンゼルスの勝利に大貢献しました。大谷選手はこの日のホームランで日米通算150本塁打を達成し、先日達成したメジャー通算100号に続く金字塔を打ち立てましたが、この記録もあくまでも通過点のはずで、大谷選手の視線は未来に向いていると思われます。衝撃のホームランが飛び出したのはプレーボールした直後でした。相手の先発投手はアービン投手。大谷選手は昨年の6月16日に敵地で行われた試合で、同じくアービン投手から435フィート、約133メートルの特大のホームランをライトスタンドに打っています。ワンストライクからの2球目、アービン投手が投げた真ん中高めの 75.6 マイル、約122キロのカーブを、大谷選手はフルスイング。打球の角度が28度で、センターへ向かってまっすぐに飛んでいくと、本拠地の客席から大歓声が上がりました。打球の速度が 108.9 マイル、約175キロという、ロケットのようなスピードで飛んでいった打球は、スタンドに向かって一直線、センターのフェンスのさらに奥の芝生で弾んだのです。飛距離443フィート、約135メートルは、大谷選手の今シーズンの最長の記録となりました。大谷選手の先頭バッターホームランは、今シーズン2本目でメジャー5本目。日本でも先頭バッターホームランを1本打っているので、日米通算で6本目となりました。大谷選手がホームランを打てば、エンゼルスは負けない、そんなジンクスが今シーズンは続いています。大谷選手がアーチを放てば、ここまで7勝無敗と、まだ負けなしの状態が続行中。また、マルチ安打を記録しても、12勝1敗という好成績なのです。エンゼルスが2014年以来のプレーオフに進出するためにも、このようなジンクスはシーズン終了まで続いていってもらいたいですね。初回から飛び出た大谷選手の特大のホームランに、エンゼルスのファンはすぐに大興奮となったのですが、打たれたアービン投手にとってはたまったものではありません。大谷選手が打った瞬間に乾いた快音が響くと、アービン投手は打球の方向を目で追うこともなく、ホームランを打たれてしまったことを自覚して、自分の太もも付近をバチンと叩き、自らの失投に悔しさを隠しませんでした。アービン投手と捕手のマーフィー選手のバッテリーは、大谷選手に対して
緩いカーブでタイミングを外しながら、カウントを取りに行く選択をしました。ところがこのボールが、ほぼ真ん中に入ってくるという、絶好のホームランボールとなり、大谷選手はフルスイング。センター方向のフェンスの上をはるかに超える、135メートルの特大のホームランとなりました。大谷選手が打った瞬間、アービン投手だけではなく、捕手のマーフィー選手も、ホームランを打たれたことを自覚して、打球の行方を追うこともなく、下を向いてがっくりとしていました。アービン投手は試合後、試合のスタートから大谷に、先頭バッターホームランを打たれるようなことは、させたくなかったよね。このようなミスは、絶対にしてはいけない。先頭バッターにホームランを打たれるとか、フォアボールを与えるとかね。メジャーのレベルでは、絶対にしてはいけないんだよ。大谷に打たれたホームランはもちろんだけど、5回の先頭バッターだったトラウトに、フォアボールを与えたこともダメだった。それがきっかけで、3点目を入れられてしまったからね。大谷にホームランを打たれた後は、なんとか持ち直すことができたと思う。6回3失点だから、試合は作ったと言えるかもしれないけれど、チームが負けてしまったからね。でも、今日の登板の最後のホグは、力強い投球ができていたとも思うよ。エンゼルスは、本当にいい打線だからね、と話しました。アスレティックスのコッツェイ監督は、試合後に、マーフィーの投球は、いいパフォーマンスだったと思うよ。肩の痛みによる故障からの、負傷者リスト明けの登板で、ボールの球速も出ていたし、制球力も良かった。大谷に、先頭バッターホームランを打たれてしまったけど、強力なエンゼルスの打線を相手に、よくやってくれたと思う。と話しました。そしてこの試合、大谷選手の第2打席で、珍事も起こっていました。2回の裏、ノーアウト満塁という場面で、打席を迎えた大谷選手は、ライトへ294フィート、約89メートルのフライを打ち上げました。十分な飛距離で、見ていた誰もが、犠牲フライになると思いましたが、三塁ランナーのカート鈴木選手が、タッチアップはしたのですが、なぜか途中で足を止めて、三塁に戻ってしまったのです。これに慌てたのが、二塁ランナーの、タイラー・ウェード選手でした。カート鈴木選手の行動を見たウェード選手は、慌てて二塁に戻ったのですが、相手のライトからの返球が早く、二塁に戻りきれずにアウト。大谷選手の犠牲フライになると思われた打球は、カート鈴木選手の意味のわからない走塁により、ダブルプレーとなる、珍事になってしまいました。今シーズンが開幕してから、打撃が不調だと言われてきた大谷選手ですが、ここ15試合では、打率3割1厘、5本塁打、14打点という、素晴らしい成績を上げています。この試合でも、先頭バッターホームランや、相手のファーストを吹っ飛ばすような強烈な打球を打つなど、復調の兆しを見せてくれています。大谷選手にはこのまま、打撃の調子を上げてもらって、昨シーズンのような、ホームランの量産を期待したいですね。今回は、以上になります。最後までご覧いただき、ありがとうございました。